はい、皆さんこんにちは。車の大戦閣下シノピーです。今回はこちらつくるまサーキットを那須にやってきました。まあ、なぜシノピーがサーキットにいるんだっていうところなんですが、 D1 ドリフトの大会僕よく見に行くことがあって、その時によくお世話になっていたドゥーラックの伊藤さんっていう方がいるんですよね。で、今回このつくるまサーキットで D1 車両をテスト走行するからちょっと遊びに来ないよと、で、まあ撮影もしていいよということだったので遊びに来ました。なので今から実際にどんな車両がいるのかだったり、まあその走行映像とかを撮影しようかなと思います。そしたら早速サーキットへレッツゴー。そしたら本日つくるまサーキットでテスト走行している86です。で、ものすごいっていうのはなんとなく皆さん分かると思うんですが、僕そんな車に詳しくないのでいろいろちょっと解説してもらおうと思います。 D1 ドライバーの藤野選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。藤野です。今日なんかそのテスト走行っていうことで伊藤さんにちょっとお誘いいただいてちょっと来たんですけど、はい、そうですね、10月の頭に奥伊吹っていうところで、はい、その D1 グランプリの大会があるので、うんうん、それに向けて今日はテスト走行です。テスト走行、はい。まあ、ちなみになんかそのパッと見で車はもうすごいっていうのが分かるんですけど、はい、これ86っていう車なんですけど、はい、基本86ってエンジン 2000cc なんですけど、はい、これはもう 4.3 リッターっていう 4300cc、4.3 リッターめちゃめちゃでかいってことですね。まあ、これ86ってトヨタじゃないですか、はい、実は日産の 35GTR、はい、知ってますか？もちろん知ってます。これはギリギリ知ってます。そのエンジンが乗ってます。ギリギリ、それのエンジンが乗ってる、はい、見たいですか？いいですか？いや、はい、じゃじゃん、でかっ。 35GTR のあの VR38 っていうエンジンです。いかついですね。めっちゃ速いですよ。これ実はこれが乗ってるっていうのは僕知ってたんですよ。あ、そうなんですか、はい、ポンちゃんの時に一回、まあフレームの状態、フレームの状態から知ってるんですか？まあ、取材させてもらった時が一回だけあって。あ、なるほど。じゃあそれは自分より詳しいです。いや、全然そんなはずないじゃないですか。今日そんなもうここまでなってはなかったんで、はい、そのまあ素人目線なんですけど何馬力ぐらい？多分一番ピークで馬力を出して多分1300馬力とかあると思うんですけど。1300馬力、はい、実際は多分900馬力ぐらいで乗ってると思うんですけど。いや、全然ちょっとその感じが分かんない、はい、正直自分も今年からこの車を乗っているので、はいはい、全然違います。めちゃくちゃ速いです。そしたらみんな次奥伊吹ですか？奥伊吹ですね。滋賀県に行けば、あ、見れるんですけど、多分今コロナ禍なので、はいはいはい、もしかしたら無観客になるかもしれない。かもしれない。いや、なんかあれですよね、 YouTube とか。 YouTube とライブでは見れます。ということはあれですね、1300馬力を味わいますか？いいんですか？いや、いいですよ。いいんですか？忍び乗せてもらった方がいいよ。乗れることなんかないよ。多分もう伊藤さんいいって言ってるんで。あ、マジですか？はい、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、失礼します。どうやって乗るんですか？この辺に足を、はい、やってもらう感じで。どこに合わせるんだ？ここ、はい、失礼します、うん、はい、一応はい、本当に怪我のないぐらいでお願いしたいです今は大丈夫ですか？お願いします。おい、誰も乗ったことないナイス、初めてです。ビビってます。軽く
ちょっと思ってたよりえぐいっすね。えぐいっすか。やば。もうちょっとえぐいやつ。いいっすね。お願いします。記憶がない。もう一瞬だし、その G すごいし、わかんない。 2,3 周してもらったんですよ。まあ足ガクガク、ここやばい。なんでもう力入んない。もうなんか乗ってる時からもう力入んなかった。いい体験ができました。ありがとうございます。